f ールシタノスはアンドラのアンドララベリアを本拠地とするサッカークラブである。1999年に創設され、現在はプリメーラディビシオに所属している。2011から12シーズンにプリメーラディビシオで初優勝し、翌シーズンも連覇を果たした。クラブの名称、クレスト、ユニフォームはそのポルトガルのアイデンティティを反映している。 FC ルシタノスは1999年に創設された。2部で優勝した後に2000から2001シーズンに初めて一部でプレーした。2001から2002シーズン、コパクンスティトゥシオを制し、初タイトルを手にした。2010から11シーズンに UEFA ヨーロッパリーグに出場し始めて、欧州の舞台へ出たが、予選1回戦において、 マケドニアのラボットにつきに合計スコア11-0で敗れた。翌シーズンのヨーロッパリーグでも予選1回戦においてクロアチアのバラジュリンに合計スコア6-1で敗れた。一部に昇格後はこれまで降格しておらず2012年には初優勝を果たした。これによって UEFA チャンピオンズリーグ2012から13への出場資格を得たが予選1回戦において マルタリーグのチャンピオンバレッタに合計スコア9から1で敗れた。翌シーズンもリーグを制覇し、UEFA チャンピオンズリーグ2013から14への出場資格を得た。予選1回戦では、フェロー諸島の EB ストレームルと対戦し、ファーストレグでは2から2と引き分けたが、セカンドレグでは5から1で敗れ、合計スコア7から3で敗退した。 チームの大半はポルトガル人選手で構成されている。FC ル下のスノーロゴはポルトガルサッカー連盟のロゴと非常に似ている。その創設からクラブは数名のポルトガル人選手、コーチ、サポーターを保有し続けている。チームのユニフォームメーカーはポルトガルブラドのペバである。2013年7月2日、現在中、選手の国籍表記は FIFA の定めだ。 代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。